さあ MSTV の04企画用意ドンに持ち込んだのは再びこのですねウィズミーが制作してきた 180SEX ウィズミースペシャルバージョン X4 なんですが、前回来たらですね、久しぶりに何年ぶりかにこいつ記録に挑みに来たらですね、いろいろとあって、全然記録出せなかったんですが、今回はですねちゃんとまずリミッターカットそしてリアタイヤにですねブリヂストンの R11 というですねハイグリップタイヤを履いてきました。前回はツーリングタイヤで言ったら全然グリップしなかったんで、今回はですね、ある程度記録が出せるように、前回11秒なんとか入ってたけど10秒はやっぱりね、10秒台は入れてあわよくば10秒の前の方って行きたいんですけどね、まずはですねこいつの記録に挑む用意のをですね行ってみたいと思います。それではThank you.
さあラストの走行が終わってですね、結構いい結果が出ましたよ。ここでいい結果が出なかったらですね、もうちょっといろいろセッティングしようと思っていたんですが、最後に出した記録がですね、4分の1マイル10秒575で、本当にですね最終目標としていた10秒真ん中10秒5が出ました。リアクションタイム込みだと、まあ、11秒台になっちゃうんですが、でもね4分の1マイルで10秒5を出せるマシンということで、私的にはですね、本当に20何年前作ったマシンとしては、おーなんだ今のマシンたちと、今ねすごいよ、今回10秒真ん中でしょ、ほとんどのマシンに今回負けてないんじゃない？1台だけ、いつものね、マシンに負けてるけど、後のマシンにはほとんど負けていないと。コルセ青柳さんっていうね、ドカッティのあの速い人にだけはさすがにかなかったんですが、その他のドカッティパニガーレ軍団とか他のマシンも全部蹴散らしたこの 180SEX、 私としてはですね非常に満足でございます。これを使用でですね、今回はですね本当にリアタイヤの、ハイグリップタイヤ履いてきたんですけど、まあ、本来はツーリングタイヤを履いた方がいいので、ツーリングにタイヤを履けばですね、実はエンジンは、まあ、扱いやすい方に変更してるんですよね。もともとあったパワー180馬力の、ちょっと圧縮を落として、もう少しギクシャクしない形で、ストリートも非常に本当に走りやすくなったんで、本当にこの状態でね、販売ができる状態になったと思います。以前ね、こいつを、まあ、販売するって出していたと思うんですが、完璧に仕上がりました。そしてとても乗りやすいです。 XO を探している方はぜひですね問い合わせいただければ、こいつをねまたこのゼロ4企画に持ち込んでね、できたらねリアタイヤ、フラットなリアタイヤ履いていけば、多分ね9秒台を狙えるマシンっていうのをね、意外とこのJD スターの皆さんも言ってますので、ぜひそんな使い方もしながら街乗りストリートを楽しんでいただければと思います。実は私もね何度かテストセッティングをね繰り返しているうちに意外と気に入ってきたんですよね。久しぶりに乗ったら、本当にドラッグスタイルのマシンでホンダがこんな車両を作っていたんだっていうのをね、実力もねすごいぶっといトルクのあるエンジンでねあるし、直進性あるし安定感あるし、ただ若干重たいっていうね、車重軽かったらもっと全然タイム出んのにな、でも車重重くても、まあ、安定感あればいいかなっていう形でね、そんなですね、今回ウィズミーが制作してきた XO180SEX180 スペシャルエディション X というマシンのですね、ゼロ4企画 MSTB4 に挑んで活躍させてみました。丸山博士、満足でございます。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。